このチームなら全部読めてんだよバカが。お前は次に清にパスを出す。ナイス。まさか花宮が読み違えた。いや、読みは合っていたし、実際ベストルートだったはずだ。そもそも味方の反応も変だ。パスを出した5番も受けた10番も完全に意表をつかれていた。信じられへんわ今の攻撃。今までのクロコの中継パスはあくまでチームプレー。相手からしたら予想外のトリックプレーのようでも、味方からすれば練習で作り上げた織り込み済みの攻撃パターンなんや。だが今のパスは攻撃パターンに織り込まれていなかった。味方にとっても知らされていなかったパスや。つまりクロコは独断で勝手にパスコースを変えた。いくら花宮でもいつ来るか味方もわからんパスまで読むのは不可能や。けどそんなパスあいつらなんで取れるんですか。適当だろう。毎日一緒に練習してりゃ鉄の考えることなんざなんとなく分かってくる。必要なのは理屈じゃねえ。信頼だ。徐々に差は縮まってるけど、まだ攻撃力が足りない。もう一押しするためにお願い。ヒューガ君、外れた。大丈夫かよキヨシ。監督、うっせぇ、うっせぇ。守るだの信頼だの心底うざって、全部ぶち壊してやらなきゃ気が済まねえ。話すことはいくつかあるけど、その前に限界ね。交代よ、てっぺん。ちょっと待てよ、もう少しなんだ。それに今抜けたらダメよ。去年と同じようなことが起きるくらいなら恨まれた方がマシよ。リコ、僕も賛成です。クロコ、僕には兄はいないですけど、守ると言われた時お兄さんみたいだと思ったし嬉しかったです。だからこの先も守ってほしい。この試合これ以上無理してほしくないです。ああジレって、あとは任せろってんだよ。おとなしく突っ込んでろ。俺たちが約束破るとでも思ってんのか。そうか、しょうがねえな。じゃあ来年になっちまうか日本一。いや、そんな。そういや屋上でもそうだったよな、あの時お前。そうだな、あとは頼むぞ。当たり前だダホ、いい子にして待ってろ。ウィンターカップの切符持って帰ってくら。
ナミヤの野郎絶対許さねえ。あんな卑怯なやり方に負けるわけにはいきません。聖林バスケ部の力見せつけてやるぜ。先輩の夢は僕たちがつなぎます。